海の神スサノオノミコトとヤマタノオロチの壮絶な戦いや、縁結びの神大国主のミコトと稲葉の白ウサギ伝説など、出雲地方に伝わる日本神話を表現した抽象画の数々。なんか出雲神画家っていうのがすごく自分にとってしっくりきていて、日本の神話の中心地だったしっていう舞台だったしっていうところに生まれた自分の役割というか、描いたのはキャンバスに五感で感じたままを力強いタッチで表現する若手画家ハッピートイロさんです。自身の絵を十人十色で感じ幸せになってほしいことから、この名で活動しています。安らぎとか心地よさを感じる神社をとても好きですね。小学1年生の時に、まあ、なんか将来の夢を書く欄ところで、まあ、その画家って書いてなんか目指してましたね、その時から。自宅の壁には世界一の画家になるの文字。松江市出身のトイロさんは2歳の頃から絵を描き始め、中学高校は美術部に所属。その後東京の武蔵野美術大学に進学し、油絵を専攻し腕を磨く中、去年ある決断をします。画家になるためにこう時間とお金を使おうと思って、画家になる道に全て投じたっていうのが2020年でした。在学中に画家になることを決心。大学を辞め武者修行のためオーストラリアに旅立ちます。これですね、はい、森林火災を現場で描いたものですね。まあ、ここにカンガルーとか何匹もこう飛び回って逃げてるっていう感じで、で黙々と本当に煙がなんか涙流しながら描いた作品ですね。世界で起きる環境問題を絵で訴えたいと歩み出した矢先、新型コロナの感染拡大によってわずか1ヶ月で帰国することになります。地元に戻り制作のテーマとして選んだのが、トイロさんが幼い頃から関心を抱いていた出雲地方に伝わる日本神話の世界でした。何でしょう、私が表現したいものってこう日本神話だったり日本の神々、数百年前から古来の日本人がもうずっとこう大事にしてこう感謝して、でそういうものをこう絵でと表現したいなと。トイロさんの世界観は題材となる場所のエネルギーを感じることで生み出されていきます。瞑想や岩に触れながら五感を研ぎ澄まし集中力を高めていきます。キャッ、頭に浮かんでくるインスピレーションのままキャンバスに魂を込めていきます。五感でやっぱりその場のエネルギーとか気を感じないといい絵がアウトプットできないって、生み出されないんで、まあ、経験則ですけど、なんかなのでなんか感覚のままにその遊ぶっていうかそして出雲では神在月、旧暦の10月にあたる今年11月に出雲大社そばの会場で3日間の個展開催を決めました。クラウドファンディングで画材や会場費などの資金を募り、新作を含む50点を展示する計画です。トイロさんはコロナの中で薄れがちな人と人のつながりを日本神話から感じてほしいと、この時期の開催を決断しました。なんかつながりっていうのは本当に自分にとって一番こう核となるこうテーマというか、
それを表現したいんだと。目に見えないその力強さというか、ありがたいもの、敬うべきものをやっぱり表現したいんだと思います、一生涯通して。ちゃんと、ちゃんと肉系が柔らかい。トイロさん自身も絵を通じて人とのつながりを最も大切にしています。どっちが心理かわからない。ウォールアートですね。地元初となるウォールアートです。本当にこういう形で地元に貢献できるっていうのは本当にありがたいですし、喜ばしいことだなと本当に思います。大好きなので島根が。松江市内のコーヒー店の壁に描いた島根では初めてとなるウォールアート、今では街を明るくするシンボルとしても愛されています。子供を見送る親の気分ですよね。挑戦するという意欲というかがすっごいなと。なかなか諦める時代なので、それを挑戦するだけでもね、すごいよね。神々が集う聖地で描く神話の世界観。出雲神画家ハッピー十色の挑戦は続きます。いろんなことを経験したり、いろんなものをこう自分の中に取り入れてみても、最終的に帰結するのは絵ですし、やっぱり絵が大好きだなっていうところに行き着くので、そうですね、死ぬまで絵を描いていくんだと思います。